未満警察ミッドナイトランナーは日本テレビ系土曜ドラマで放送されていたテレビドラマ。中島健人と平野紫耀のダブル主演。現場経験のない警察学校の生徒2人が学校で得た知識などを武器に難事件を解決していく様を描く。神奈川県警警察学校に入校した本間海は同室となった一ノ瀬二郎や同期たちと共に厳しい訓練生活を送っていた。そんなある日、2人は事件を目撃。理論派の本間と体力派の一ノ瀬。タイプが正反対のバディは自分たちが気づいた事件を解決するために奔走する。二人は互いの足りない部分を補いながら、時にコミカルに、時にシリアスに事件を解決に導き、最強のバディへと成長していく。